砂嵐の音はさ、この砂嵐の音なんだけど、これそういうホラーゲームの仕様でさ、いやこのゲームね、皆さんね、このゲームちょっと重いかもしれないんですよ。最悪俺抜きになるかもしれないわ。重いんですよ、やたらと重いんですよ。すぐ送信と。OK。こんばんは、ガメちゃんの兄ちゃんはカツオのエボシ。ごめんね、気にしないで。明日休みだからさ、ちょっと明日やっと休みだーっつってテンション上がってるから今、若干の。このゲーム重いな。このゲームめっちゃ重いな。ちょっとこれ今日多分俺今回抜きの方がいいな。多分重いわこれ。ちょ、俺なしで今回。めっちゃ重いだよこれ。よいしょ。めっちゃ重いで。映るかな。あ、映った。これね、解像度がないんですよ、なんと。このゲームさ、解像度がないんですよ。シンビジのミニキャラ、あ、そう、シンビジのミニキャラいるわ。そうだそうだ、ちょっと待ってくれる。シンビジのミニキャラ、このゲームね、解像度がないから、だから困っとるの。だから重いから、ちょ、今回俺なしで、その代わりちょっと代わりのもの置いとくわ。難しいゲーム、これ置いときます。犬に餌をやってる俺っていうことで許して、これ置いときますわ。よいしょ、ちょっと待って。こうしてこう。じゃあ皆さん、ちょっともう一回申し訳ないんですけど、こんばんはをいただけますか。もう一度こんばんはをいただけますか。よろしいですか。ポンコツユキこんばんは、ミルクマコンコン、エルクこんばんは、梅じそコンコン、マルダイヨーヨー、ミキシンこんばんは、コリラックマコンコン、カタカナマンこんばんは、リーちゃんこんばんは、カズコこんばんは、ミコこんばんちゃ、よいしょ、ニャンコこんこん、リンちゃんこんこん、こんばんは。今日はね、幽霊と同棲するんですけど、おととい発売されたゲームかな、これ。おたみたみわこつ、こんばんは。おととい発売されたゲームなんですわ。お、ぷんちゃん、こんばんは。お、マリーさん、初コメ。こんばんは。こんばんは。みーめん、こんばんは。だから、どういう感じなのか、ちょっと待ってくれる？これちょっと俺、一回、ちょっとこのゲーム重いんで、ちょっと僕なしで。最新のゲームだね。でももうもうみんなやり終わったんかな？どちらかというと。みんなもうやり終わった説ある。でもまあ俺終わってないからまだ。てか全然やってねえし。
っちも、ん？こっちにするか。こっちにしよう。レンクってリアルで幽霊と同棲してたり、いやー、いると思うよ。てか、むしろ多分ね、みんなのところにも多分いるんじゃないかな。幽霊。いるんじゃね？ここ置いとこ。逆の方がいいな。こっち置いとくか。せいちゃんはこつ、こんばんは。こっち置いとこ。リンクと貞子の同棲生活。貞子なのかな？でもなんか見た感じすげえ可愛く見えてるけど、なんかしかも化粧し、ライナー引いてたよ。なんなら。これ見て、この画像を。ほら、なんかアイライン引いてるし。しかもこれなんか眉毛変えてね。これだけ、この画像だけ見るとなんかちょっと怪しい画像に見えるけどさ。うん。あやかコンコン。きょうちゃんもコンコン、こんばんは。せいちゃんはこつ。だから、この女と、ちょっとお世するわ。幽霊も恋してんの？この上目遣いもちょっとなんか、あれだよね。誘ってるよね、なんか男をね。ということで、このゲームなんかコントローラーが使えるみたいっす。どうなんだろう？コントローラーが使えるみたいな。これなんか設定がね、充実してるんですよ。皆さん見てください。ほら。日本語と画面、ウィンドウがあるっていうこの充実さ。すごいっしょ。これしかない。ユミコンコン。だからかなり充実してるでしょ。もう最初からもうなんかすごい匂いするもん。ということで、やりますかね。おめえちゃん、こんちゃ。やってくよ。まあ、ちょっとざっと説明すると、鬼ポテコンコン。7日間なんか幽霊と一緒に過ごすだけのホラーゲームらしいんだけど、クリア時間がだいたい2時間ぐらいらしい。だ、今がやるわ。行ってくるわ。オリオンコンコン。そう、設定のね、昔のよくある、プレイステーション2のシンプル2000シリーズのオプションみたいになってる。弾めから弾める。楽しみー！いやいや、2時間だから。おらんか、こんばんは。なんこれ？おう。オープニングがあるんだ、このゲーム。クリアまでやる？もちろんロンでございますよ。当たり前田のクラッカーですよ。俺と幽霊との生活が始まるのか。ゆうちゃんっていう名前にしてやろうかな。村ちゃん、こんばんは。すごい、オープニングがちゃんとあるんだね。すばら。セブンナイト。7日間の幽霊みたいな。なんかドラマっぽいね。東京から新幹線と在来線を乗り継いで約3時間ようやく到着した。ん？バラバラ、こんばんは。コントローラーが効かないじゃないですか、これ。話が違いますよ。あ、こうか。これから7日間、工場での量産立ち上げが完了するまで、この社宅で一人暮らしをすることになった。社宅に関する注意書きがリビングに置いてあるらしい。まず、それを確認しよう。だってさ、はいはいはい、これが俺のこれから住む社宅らしいな。カメラ汚れてね、拭きて。そういうことで7日間滞在らしい。なんかスリッパ履いてる、ちゃんと。カメラ汚れすぎじゃない？ちょっと拭かして。これ汚ね、カメラ汚ねん。もう、曰く付きだな、これな。
見てこれ。お札あるで。猫じゃらしこんばんは。気になるわ、このお札。あとカメラの汚れ気になるわ。冷蔵庫も一応開くのか。な、これもう、この社宅もう絶対訳ありやん、もうこんなん。ね。剥がしちゃいけないやつ。なんで斜めに貼ってんだろうね。昔のヤンキーじゃない？これなんか斜めになんか初心者マーク貼ったらかっこいいみたいな。汚れが気になりますな。これ何ですかね？紙瓶？違うな。花瓶か。せめて見えないとこに貼ってほしいよな。綺麗にしたい。ちょ、誰か、はーしてキュッキュして。紅和骨。まあ、事故物件なんだろうね。で、汚れがすごく気になるんだな。まあ、とりあえず間取りを確認するか。間取りを確認しよう。まあ、40度っすね。お風呂の温度は40度っす。お札剥がすの？ちょっと待って。ちょっと一回見てみるか、周りを。家の間取りはとりあえず、ワン、ん？ 2DK 化かな、これ多分。ほうほうほう。これ画面明るくなんないの？これ以上は。これ以上電気、もうこれ電気ついてんのか。お風呂の温度は40度。俺は38度ぐらいかな。さあ、ということで、おかめちゃんこんばんは。ざっと見た感じ、こういう感じかな？モニターもちゃんとしたね、モニターなんですよね。なんか鉛筆削り、削りじゃないの？これ。見てこれ。このゲームしゃがめないんか。でもさ、最初からもうこれだけ残っ、なんかあるってことは、いいよね。なんかマリリン・モンローもいるんだなんなら。岩崎和骨。幽霊と同性。すなわち、プラトニック！シンプルなライトスタンド。俺の家より豪華っすね。マイこんばんは。俺の家よりもだいぶ豪華っすよ、これ。もう、これ文句ないでしょ。言うならば。これだけだ、ベッドだってシングルでさ、カバーもついてて。これ電気つかないんだ、これ以上は。いやいや、俺がタワマンに住んでるように見えるか。ロンロンこんばんは。あ、オードリーヘップバーか。コメこんばんは。よし。まあ、だいたいざっと見た感じ、こんな感じか？オードリーヘップバーンか。マリリン・モンローって言っちまった。ざっとこんな感じなんで、ちょっとこれ明るさをちょっと明るくしましょうかね。皆さんが見やすいようにね、いたしますね。ちょっとお待ちくださいね。あ、でもこれでも明るくしてんの、俺。はい、どうぞ。これで皆さんの目線ではちょっと明るくなったんじゃないか。もう感謝してほしいですね。俺の家20億円の豪邸。タワーマンションの上にマンションがあるから、俺のところ。これで見やすくなったんじゃないですかね。いいんじゃないですか？白いポット。ね。IH 対応。感謝、感謝、感謝。これは、台所洗剤のボトール。これは、黒いディスペンサー。黒いディスペンサー。これスポンジボブだろ。ほら。このぐらい、あ。台所の蛇口。これこういうとこ見れるところを、ちょくちょくなんか、見ておかんと、あれやん。でも冷蔵庫何も入ってんだ、これ。なんなら。この引き出し何が入ってんの、これ。謎の缶詰って書いてあるよ。謎の缶詰。これ場所覚えとこうぜ、これ。缶詰の場所と、これフォーク、ナイフ、コップ、お皿。お皿と、これは白い水差しか。謎の缶がちょっと気になるよ。何が入ってんだろうね。これは、まあ、あれか。電子レンジか。俺キーボードでやっていい？ OK, OK, OK。なるほどねー。まあ、こんな感じです。ちょっと見てみましょうか、これ。メモが置かれている。おそらくこれが社宅に関する注意書きだろうと。内容を確認しますか？まあ、でもこれだけ物が揃ってたらもう全然生活できちゃうでしょ。お疲れさんっす。管財課の佐藤です。チェックインされましたら、以下の確認をお願いします。台所で水が流れること、ベッド浴の照明が点灯すること、トイレの照明が点灯すること、お風呂場の照明が点灯すること。
不具合がございましたら、私佐藤までご連絡をお願いします。以上となります。どうぞよろしくお願いします。まあ、水が流れる照明、トイレ、お風呂の照明、テント、 OK、 覚えた、行こう。この部屋の設備の確認が必要らしい。どうやらな、相当長い間使われていないようだ。眠たいのでさっさと済ませてしまおう。なにこれ、サイレンみてえなやつやん、これ。サイレンのあの、目的条件と終了条件のなんか文字みたいになってる、これ。しゃあ、行くぞ！まず、まずここの、照明をつける。お、なんかムービー入んな、これ。眩しい。何やってんの？何つけたり消したりしてんの、これ。あ、点検か。点検か、これ。ちょっと眩しいっすね。ちょっとこれ、ちょっと明るさを変えましょう。非常にちょっと眩しすぎるんで。ちょっとだけ明るさ変えましょうね。眩しすぎて文字が飛んでましたからね。ねえ、これもう、これ画面ふかして。埃がすごい。このカメラ。なんかいた？え、なんかいた今。何もいなかったでしょ今。電気、俺もうもっぱら電気が眩しいなしか思ってなかったんだけど。なんかいた今。で、次何でしたっけ？キッチンの水が流れるのを確認しようだってさ。おはるこんばんは。ゾロもコンコン、竹のりもこんばんは。誰かいた今。またまたそんなって、もう誰もいなかったって。台所の蛇口、水を流してみよう。水は無事に流れた。水道の確認はこれで OK と。コキこんばんは。貞子みたいの立ってた？ほんとか？自分じゃなくて？浴槽の電気いくぞ。浴槽の電気。これか？いいねーって、暗いな、これ。これ？あ？あれ？なにこれ？なにこのロボット？え？これ電気つかないよ？こっちか！こっちの電気のこれっていうのかな？お、ついた、ついた。おー、消えた。これ明るくなるとさ、めっちゃカメラが、汚れが、すごく目立つ。コウキこんばんは。浴槽の照明は問題なさそうだと。問題ないみたいですね。これ、温度の設定いくつぐらいになってんのかな？さっき40度ってなってたから、俺ね、家の温度でだいたい38ぐらいかな。このカメラの汚れをどうにか落としたい。この水使ってなんとかどうにかなんないの？なんかいた？まあ気のせいみたいだ。セリーこんばんちゃ、ナナこんばんちゃ。さあ、気のせいでした。ね。何も見てないんで。ほら。気のせいだって。いるわけねえもん、そんな幽霊なんて。こう、俺一人でこっち来たんやで、社宅で工場のさ、分けありでさ。投げるだろ。アリアこんばんは。いないもん。見てないもん、俺。多分幻覚を見たんだろうね。疲れたんだろうな。多分疲れて幻覚を見ちまった。なんだっけ、あとなんだっけ、あ、トイレの電気がつくことを確認しようだってさ。トイレこれか、これや。あんなわかりやすい。え、そう、なんかいただいか。全然わかんなかったわ。トイレの電気。これ電気つく、これ。つかないよ。トイレ電気つかんくね。あ、なんか扉閉まっちゃった。ちょっと。山田こんばんは。
おお。ドア開けてこないんだ。お姉さん。お姉さん。はい、トイレが、電気がついたということで、もうこれで全部かな。これで全部らしい。やったね。ケイちゃんこんばんは。このテレビもぶっ壊れてんな。新しいテレビに変えてもらおう。テレビが勝手に動いている。故障だろうか。これセブンナイトゴースト。リモコンはどこ行ったの。これリモコン、リモコンなくね。リモコンが見当たらない。うん、リモコンねえけど。この主人公もすごいよね。多分テレビの近くにあると思うんだけど。早く見つけた方が良さそうだ。これ幽霊よりもリモコンも優先してるからすごいな、この人のメンタルが。テレビのリモコン。さあ、どこにあるかな。テレビのリモコンも探そうね。リモコンなんてどこにあんのよ。どこしまった？リモコン。ここか？一週間お化けと過ごさなきゃいけないんだけど、この主人公はなかったことにしてる。お、このクローゼットに入ってないのか。リモコンを探せ。なんだ？何の音？何？気のせいか。今のはおそらく幻覚だろう。疲れてるのかもしれない。びっくりした今。そんな突然出てくるのこれ。ちょ、リモコン探しに行きたかったんだけどな。レイヤーこんばんは。びっくりした今。突然はやめてほしいよね。あれはちょっとびっくりする。え、もう一回お風呂入ったらもう一回襲われるのかな。ちょ、入ってみるわ。うわ、出てこいや女、おい。出てこねえわ。え、あのイベントこれからもう起きるってなったら俺心臓が持たんのだが。おゆにゃんこんばんは。ナナもこんばんは。やだ怖い。結構ガツガツ系の女子なんだね。ここに入った？リモコンどこに捨てたの？このホコリがすごく気になってしょうがないんだが。冷蔵庫閉まった？閉まってねえか？冷凍庫入れた？入れてねえか。こっちか？なんだ？また？気のせいか。なんだ？うん。冷凍庫に？なんだ？なんだ？何の音だ？あ、ここにドアあるんだ。ん？うん。水出しっぱなしだな。水を止める。止めた。リモコンどこ？リモコン。リモコンはどこ？リモコン。なんだ？何？なんだなんだ？何の音だ？気のせいか。この辺とか見たらどう？この辺リモコン入ってないの？リモコン、リモコン。リモコンねえな。リモコンどこ置いた？これ何なのこれ。スマートフォン内容を確認。おい、なんか書いてあるぞ。事前にご連絡した通り、こちらの物件は7日間のチェックアウトと同時に取り壊しが始まる予定です。
忘れ物があると破棄されてしまいます、お気をつけください、佐藤。幽霊が住む自己社宅へようこそ。あなたが最後のお客さんまでしてくれてんだけど。駅で買ったドーナツ、後で食べよう。これプレステ？おりくとコンコンいらっしゃい。事故物件にようこそって言われましてもですね。なんだ？何の音先から？なんか蚊が飛んでるぞ。リモコンどこにあるの？リモコンは。リモコンどこにあるの？どの辺？リモコンがありません。どこにも。リモコンがどこにもありません。なんだ？誰かいる？気のせいか。リーちゃんこんばんは。リモコンがない。なんだ？何？蚊が飛んでんのかこれ。蚊取り線香も、あれか？蚊取り線香やった方がいいかこれ。こっち入ってみるか。この中に入れた？タッパー。ここ？リモコンどこ？違うか。どこにリモコンあるんだ？テレビの周辺か。テレビの周辺。これテレビがね、眩しすぎてね、わかんないね、この辺。この辺のどっかに、あ、これ、こっち側か。ここにしまった？ないね。ここ？何？なんか後ろからさっきから変な音聞こえるんだよ。あ、電卓あるわ、電卓。何？サラこんばんは。蚊がいるっぽいんだよね、俺の部屋に。このカメラの汚れがちょっとすごく気になるな。何？後ろになんかね、蚊がいるんだよ。なんか、クイーンって音すんの。あった！撮った。ようやくテレビを消せた。消せました。確認作業も一通り終えた。今日はもう寝よう。なんだ？またテレビついたぞ。俺の家じゃないよ。このテレビはもうダメそうだ。明日、管財課に連絡しよう。消し忘れたし。リモコンもうちょっと早く。もう早く取ろうよ、早く。お！ピンクのネイルしてる、この子。俺を触れんの？なんかピンクのチーク。上目遣いやめて、もうそうやって。何すんの俺に。領域展開。おい、俺のチョコミックスおードーナツ、チョコミックスミックスチョコドーナツダメだこれ。ミスドで買ったやつダメこれ。1個180円のダメこれ。俺のダメよ、ダメよ。おい、取られた。取られた。俺のドーナツ。見逃してもらえたみたい。ね、ドーナツ取られた。俺の食べようと思ってたミックスチョコ。持ってかれた。なんで、俺のドーナツ持ってってくの？ドーナツが食いたかったんかな？ん？え？あれ？
何？ええ、あれで終わりじゃないでしょ。2日目。え、ドーナツ開けて終わりなの？今から？いや、わかんない。2日目。心、こんばんは。1日目ずつ終わるってこと？あー、これ違うやつだわ、ほら。書いてあるもの違うもん。幽霊出ました？とかいう質問3回もされたらしい。襲われてドーナツを奪われましたよって答えたらみんな大笑いしていた。ほう。そろそろカメラ吹こうぜ、これ。噂以上にヤバい社宅だけど、他に寝泊まりできる場所もない、最終日までに穏便に過ごしたいところだ。まだ住もうとするこの精神すごいよね。7日過ぎないとね。あと6日あるんだけど。また余計な仕事が増えた。あと6。今度、設備？設品？なんだ？装備？装品？装品在庫かな、これ。の確認。はるくん、こんばんは。備品か。備品在庫か。備品の備ってこの感じだった？まあいいや。とりあえず幽霊にミックスドーナツ渡したし、もう今日は出ねえべ。さすがに。ね。で、これ何をするですか、私は。読みにくいが、ここから出ていけと書かれている。あ、こう見んのか。なんだ？何の音？ロッちゃん、こんばんは。ちょくちょくなんか出てくんな。スマートフォン。今日のドーナツ？あ、待って、書いてあるよ。取り壊し前にそちらの部屋から回収したい備品がございまして、在庫の確認をお願いしてもらいたいです。さあ、絆創膏、洗濯洗剤とセロテープ？だって。絆創膏、洗濯洗剤、セロテープ探そう。ドーナツ渡したらいいんですけどね。ドーナツてるの、この島はオレイ！なんだっけ？絆創膏ってどこにあんの？セロテープなんてあった？どの辺にですか？どの辺にあった？ちょいちょいなんか後ろからなんか出てくんのよ。ちょいちょい。ここじゃねえな。セロテープどこにあった？何？左下にセロテープあった？左下にセロテープ、これ？あ、ほんまや。取った。何？ちょいちょい後ろ気にしなきゃいけないんだね、これね。と、セロテープと？あと、絆創膏を探したいね。絆創膏。後ろを向くと、近えな。後ろを向くと出てくるの、これ。絆創膏なんてどこにあるんだ？絆創膏らしいものあります？絆創膏らしいの。絆創膏、クワガタ入ってんだけど。後ろからちょくちょく湧くのをやめてほしいよねー。絆創膏どこに入ってんだ？ほら！絆創膏、絆創膏。これ絆創膏はわかんねえな。ほら！ちけえな！ちけえぞ、あいつ。これ探しにくいね。え、ちょ、しゃがめんだ、これ。あ、しゃがめたわ。だるまさん転んだしなきゃいけない。んー、この辺には入ってなさそうだね。シエルン、こんばんは。よくわからんわ。絆創
絆創膏どこしまった？おそらくリビングの方かなと思うんだけど、絆創膏ってどれ？これカッターでしょ？これ？薬の箱。薬の箱。違うみたい。おいすいコンコン。シェルもこんばんみ。どこしまったんだ、絆創膏は。これは違う。あった、絆創膏。取った。これは。ノコギリクワガタや。よくできたクワガタのおもちゃだ。前の移住者の忘れ物だろうか。これほ、おもちゃだって。これあいつの鼻に挟めてやろうぜ。クワガタのおもちゃを手に入れた。絆創膏。ジーナこんばんは。次洗濯洗剤を取ったらオッケーらしいよ。洗濯洗剤取るか。ちょくちょくここで音がするんだけど、なんで？洗濯洗剤、これ？ハンドソープ。これ？ん？どれだ？洗濯洗剤。うん。洗濯洗剤。空のボトル。どこしまった？これじゃない？こん中か？あ、これっぽいね。あった、これじゃない？ほら。OK！ 取った。あと忘れないうちに斉藤さんに連絡しておこう。スマホは確かリビングテーブルの上にあるはずだ。リビングテーブルの上にスマートフォンがありますせ。あ、佐藤さんだった。ごめん。斉藤さんじゃなくて佐藤さんだったわ。わかりにくいな。送信と。佐藤さんに連絡を入れておいた。明日も早いし、さっさと寝よう。誰か台所で倒れてんだけど。お。うちのゆうちゃんが倒れました。いねえな。いなくなりましたね。俺のクワガタが、俺のクワガタが、やばいやばいやばい、俺のクワガタが。お？欲しいのか。おい！あいつ忍者だった？消えた？あいつ、おお！怖いの？何、クワガタが怖いの？これ絶対忍びの里からやってきたんじゃない？この人。それおもちゃですよ。触っていいよ。お？よかったね。おもちゃだよ。ものすごく怒ってる。あ、消えた。消えました。虫は苦手なようだ。
どういうこっちゃい？これ2日目？これ2日目らしいよ。どうやら。これ2日目っすね。3日目どうなんだ？ 3 日目。3日目どうすんだろうね。じゃあ次3日目いきますか。幽霊と言いながらしっかり。ね、一応物理の攻撃はなんか効くらしい。さあ3日目いこう。さすがにもう打ち解けたでしょう。3日目。昨日買ったプリンがない。これ誰か食ったな。こんなことするやつは一人しかいない。彼女だ。彼女がやったんだ。だとすると今日この買ったドーナツもやばい。オリータこんばんは。どうにかして隠さなくては。やばい、俺の買ってきた新商品のドーナツ食われるやつだこれ。ドーナツの隠蔽。よっしゃ、ドーナツ隠すぞみんな。ドーナツ隠すぞ。どこに隠そうかなこれ。お、バラガルこんばんは。どこに隠そうかなドーナツこれ。スマートフォン、ちょっと内容確認して。お化けが住んでる、あ、この伊藤さんからなんか、LINE、なんか、LINE っていうか、メール来てたよ。自己社宅の生活どうすか？噂のお化けに会えたか？というのを冗談で、あまり気にしないように、数年前からテレビが勝手につくとか、お菓子が少し減ってる気がするとか、そんな噂はあったけど、どれも気のせいでしょ。疲れて変な夢を見ないよう、君もあまり根を詰めすぎないように。どこ隠そうかな。どこに隠そうかな。下駄箱に隠すか。トイレの中に隠しとくか。びっくりした。なんかチューされた。しかもドーナツも奪われた。どこ隠そうかな。どこ隠す？これ。一番なんかいいとこないかな。ドーナツどこ隠そうかな。こことか？クリアすれば3日目4日目に行ったりとかできる。ただ、一応この女の子も、どうや背中を向けると襲ってくるんだよ。冷蔵庫とか隠せないしな。どっかいいとこね。この中とかに。口の中？どっか隠せるような場所ないかな。洗濯機な隠してみる？洗濯機の中。いや、ドラム式洗濯機は無理でしょ、さすがに。トイレは？はい、無理だったな。お風呂の中には隠せないしな。ほら！どっかいいとこないかな。クローゼットを入れられる部署あるかな。どっかないかな。ポット。これは、伊藤さんか。電子レンジの中？一回やってみる？いや、無理だね。冷蔵庫の中も無理っぽいね。隠せそうな場所どっかあるかな？この中とかは？鍋の蓋。鍋の中に隠れないかな？ポット無理だね。これも無理っぽいね。これも無理っぽいね。ダメだね。ほら！あんた近づいてるでしょ！俺に！ちょくちょく。
ほら近いあんた、枕の下行ってみる？ここに隠せるか？無理だね。無理っぽいっすね。ダメだね。どこか、キャリーケースとかは無理だもんね。どっかあるかな？この人、クッションの下とか無理か。クッションの下無理か。ほら！こことかも無理だもんね。無理だな。ほら！ドラえもんに頼んでみたい。ドラえもん。うわ、なんだ？スマートフォン。そういえば以前キッチンの引き出しにタッパーが入っていました。蓋はついていなかったので少し少々使いにくいかもしれませんが、何かの際にお役に立ててください。キッチンの引き出しにタッパーが入ってるって、これ使えそうじゃない？タッパーどこしまった？タッパーどこにあるんだろうね。これタッパー取ったよ。タッパー、今度タッパーの蓋だって。タッパーの蓋だって、どこだ。タッパーの蓋なんてあったかな。タッパータッパータッパーの蓋どこにある？どこだ？タッパーの蓋、こら、あんた、これか？これ謎の缶詰か。それカッパだったわ。タッパーの蓋、ほら、タッパーの蓋ないよ。どこしまった？皆さん、タッパーの蓋がどこにもありません。どこにあるんでどうかね、これね。キッチンにはないんでげすか？これ。キッチンにはないんでげすか？洗面台かトイレにタッパーの蓋なんてあんの？これか？あったわ。よく覚えてんね。これでドーナツ入れる容器は確保した。だが、入れる前にタッパーを清潔にしておきたい。きれいにする方法はなんかないだろうか。だってさ、タッパーの洗浄。洗剤使える？あ、これで洗えるらしい。洗濯機じゃなくて、スポンジボブで。スポンジボブズボンは四角。タッパーをきれいに洗った。あとは彼女が目の離した隙にドーナツを隠すだけ。なんか彼女の注意を引けるようなものはないだろうか。さっきのロボット使えそうじゃない？これ。あ、無理か。なんか注意を引けそうなもの。注意を引けそうなもの。テレビ？違うか。注意を引けそうなものなんかあるかな。目覚まし時計とか。あ、これ使えそうじゃない？ほら、これを使って彼女をおびき寄そう。まずこいつを使って彼女をトイレにおびき寄せる。そして彼女がトイレに向かった隙にドーナツをクローゼットに隠す。 OK、 行こう。まずトイレに、よし、あいつなんかトイレから湧いてきたんだけど、遅かったんかな。ちょっと時間かけすぎちゃったかな。間に合わなかったってこと？ちょっと待って、これどこら辺漁ってたらさっきのメール来たんだっけ。タッパー、これもう普通に行っちゃっていいのかな。タッパー入ってる、こんなにもすでにあったわ。あ、これもういけるわ、最初から。なんかいんの、これ、ここに。これ最初からいけたわ。
藤谷和骨。もううちのゆうちゃんがごめんね、なんかね。で、目覚まし時計を取って。あれ？これまだイベント起きてないの？イベント起きてない？蓋洗いたいんだけど、でも。タッパ洗わなきゃダメか。あ、でも洗えないな。あ、いいのか。これで洗えばいいのか。洗いました。タッパーキュッキュキュッキュしましたよーん。で、これで目覚まし時計を使ってトイレにおびき寄せるんですね。はい、行きましょうかね。クローゼットにドーナツを隠してやるんですよ。おらで、これでクローゼットにドーナツを隠すんですね。あいつもう驚くだろうな。あれ、ドーナツがねえなーつって。どこに隠します？これ、ほら、クローゼットどこに隠すの、これ。ほら、え、どこに隠すの、これ。え、どこに隠すの隠すとどこ、隠すとこなくね、これ。目覚まし鳴ってから？今目覚ましセットしたよね。時計な、な、あれ？セットしてないの俺。いや、セットしてるな。してるっぽい。1分、リアル1分か、これ。お、鳴ったぞ。これで？お、来た？これでドーナツの安全は確保できた。あのドーナツは明日の出勤前に食べようと思って買ったのだ。出張中のささやかな楽しみをこれ以上奪われたりはしない。まあこれで安心だろうねと。あー俺の楽しみが、そんなバカな食われてた。か、返し。あ、お、煽られております。まあこれ、ああ終わったもう朝楽しみだったのに、ドーナツ食べんの取られた、俺の楽しみが。なかなか美人でも、だって俺の目の前でドーナツ、ほら、いいっす、ほら、残念だったな、みたいな感じで煽ってくるような女だぞ。やばすぎやろ。次、4日目か？ 4 日目だ。じゃあ行くぞ。4日目となるとどうなんだろうね。4日目となったらどうなんだろう。もうどういう風になってんだろうこれ。カップ麺にお湯入れた。深夜にカップ麺なんて不健康極まりない。あ、待って、フォークねえじゃん。だけど今日はもう疲れた。何でもいいから胃に入れてさっさと寝よう。待って、こう、お箸とフォークねえぞ、これ。箸が見当たらない。やばいやばい、3分経っちゃうよ、これ。早く見つけないと。
おかしい、昨日までここにあったはず。誰が取ってったんだこれ橋。まさか彼女も隠したのか。もうその辺にある恋なんか木切って食べようぜ。冗談じゃない、このままでは麺が伸びてしまう。そこに枝あるじゃん、枝。やべ、カップラーメン食えるかちゃんと。これ箸の代用品なんか探さなきゃ、代わりになるもの。おい、なんかちょっとマジこの状態で探すの箸を。嘘でしょ、箸になるようなものを。なえ、これはロボ。この武器は箸の代わりになるかもしれない。 SX アーベルを手に入れた。やったね、早速見つけたわ。あと残り1本、残り1本。おちゃくこんばんは。たまたまあのサーベルうまく使えないかなと思ったら本当に使えたからよかったわ。いやでももう1本ってどれだろうね。もう1本で、もう1本、もう1本探さなきゃいけないらしい。ちょっと待って、クローゼット、ちょっと待ってくれ、ちょっと見たいんだけどさ、鉛筆とか、いろいろと噂の絶えない物件だけど、君なら大丈夫なんじゃないかな。実家がお寺だし、お化けも君に恩があると思うよ。だってさ、ニーナは元気ですかって何？横山さん。横山さん、ニーナって誰？なんかね、こう、お札があるんだよね。ちょいちょい。ノコギリ。うわ、びっくりした、お前、びっくりしたな、おい。なんかないかな。この辺は、無理か。ライター。お札なんかね、ちょいちょいなんか増えてるんだよ。そう。お札がちょいちょい増えてんのよね。何なんだろうね。ほら！ホチキス。橋になるようなもんなくね？橋になるようなもんないんだよな。なんかある？もう一本。もう一本なんかどっかあるかな。お箸。お箸、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 あともう一本の箸どこにあるんだろうな。彼女ですね、もう完全にうちの女がね、なんか俺のカップラーメン狙ってるんですよ。さっきの棒ヤスリどこ、さっきの棒ヤスリ、さっきの棒ヤスリ、あのこっちのクローゼットのボールペン、これ使えないっぽいね。ダメっぽいね。ハンガー、あ、いけた。見たところ金網、針金か、針金で加工すれば箸に使える。針金をカットできる道具、針金をカットできる道具。部屋の端っこ探せば端だけに。端っこにちょうどあったわ。待って、なんか切るもん、なんかニッパーかなんかあった？どっかに。どっかにニッパーかなんか、ハサミ？ありふれさハサミ。ハサミじゃ無理か。ハサミは無理っぽいんだよね、なんか。ほら。針金でラーメン。うん。床に？ノコギリじゃダメか？ヤスリじゃ無理か。ニッパーはさすがにわかんねえなぁ。ノコギリじゃダメか。ヤスリでも、ヤスリでもダメらしい。クローゼット今見てるんだけど、特になんかそういったものはないんだよな。あと1分30秒しかないんでやんすけども。なんか他なんかあった？
朝香こんばんは。なんかあるか。玄関、猫コンコン。玄関つってもなんかアイテムがない。下駄箱、タバコ入ってないかな。下駄箱つって、あった、プライヤー、これ使えるんじゃない。ハンガーを適当な長さにカット、やった、これでカップラーメン食えるぜ。即席の箸でどうにか食べきった。やった、食べれたんだね。後で腹が痛くならないことを祈る。ナイス。ん、今更フォークも箸も今戻ってきたんだね、これ。フォークと箸、しかもなんなら鉛筆もあるし、これ。あいつ完全にからかってるな。しかもあいつテレビ見てるし。一つ質問していいか。どうして君は成仏しないの。おい、都合が悪くなったら消えるのか、こいつは。いなくなったね。ん？おお、びっくりした！出てきた、なんか。え、なに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 、なんで買ったのこれ。イケメンと同棲がしてみたかった。なるほどね。ちなみにお前はイケメンではない。なんやねんお前、上げて落とすなや。そっかでもなんか傷つくわ、めっちゃ傷つくわこれ。お前イケメンじゃないって言われるの傷つくわ。これ4日目なんだこれ4日目なんだ。マジかよ。一瞬ちょっと期待したよね。え、俺イケメンだったんだと思ったけど、お前じゃねえってしっかり書いてある。おりやかこんばんは。次5日目行こうぜ。5日目はどんな風になってんのかな。お、くすけこんばんは。5日目、あと2日目、あと2日で終わりだね。あれ確か見た目は可愛いは可愛いけど、あ、なんだろう、テレビの方からだ。あそこは幽霊とイチャつくゲーム。おい、あいつやりやがった。おい、しかも猫のやつ、尻尾のやつ割ったな。テレビの横に飾ってあった猫の置物、ああ壊しちゃって、これ落としたのだろうか。尻尾が折れてしまっている。なんだ相当ショックだったみたいだって。ずいぶんショックみたいだ。そう、尻尾が、あーなるほどね、これ修復すんのね。なんか線、なんだっけ、なんかアロンアルファみたいなあったよな。俺が直さなきゃいけないらしいっすよ、この猫のケツを。しかも暗いな、おい、これこの状態で何。都合よく明かりが落ちている。
カメラの汚れが気になるんだが。おい、誰か掃除しようぜ。カメラ、これホコリが、ホコリっていうか油が、おーいそれは怖い。さあ、もう今更だろ、もうびっくりすんのもな。とりあえず二液性ボンドでもいいから、とりあえずボンドでもなんか探そうぜ。ちょっと探そう。ちょっと今回暗いからちょっと探しにくいかもしんないね。動きが活発化になってるよな、あいつな。ライター、ほら、今押そうとしたでしょ、俺のこと。ホチキス、ハサミ、ちょっとこれは、ちょっ近づくなって、もう探せないから暗すぎてわからんって。これどれだ、ちょどれだろう。消しゴム、セロハンテープ、どこにあるんだろうね。ボンドとかなんかそういうものどっかにあったかな。紙ヤスリとか、何がいるんだここに。どこにあるんだろう。スマホ誓ってるから、ちょっとスマホ見てみようか。洗面台にある、メール読んだけど、あれ本気かよ。あの社宅で実際亡くなった人がいるか調べてくれって。本当にお化けでも見たのか、あれはただの噂で真に受けるなよ。仮にお化けがいるとして、3日後には取り壊しなんだろその部屋って。そしたらさすがに成仏する。まあベテラン社員にちょっと聞いてみるくらいはできるけど、あんまり当てすんなよ伊藤さん。くるくるしてる。なんか YouTube が最近なんかねおかしいんだって。つべがこの天下の YouTube 様が、Google 様がおかしいらしい。どういうこっちゃい。天下の YouTube 様、頼みますよ。漂白剤、お風呂、違う、ないみたいだね、これね。ホップン、こんばんは。どこにあるんだろうね。USB ハブ、くっつけそうなもの。あ、なんか接着剤 A と B があるよこれ。接着剤 A と B がありますねこれ、どうやら。トイレ、トイレ行ってみる。トイレ、トイレにあるかな。ハンドソープ、ほら、ハンドソープとかしかないよ。トイレ用洗剤とかしかないね。どこにあるんだろう。もうこの辺とかだって探したけど、この辺はだって食器だもんな。下駄箱見てみる。下駄箱、パイプレンチとかしかないよ。うん、あとはどこにあるんだろうね。それらしいものはどこにある。この辺だって薬の箱だしな。ホチキスだしな。どこでにあるんだろうね。これじゃないうちな。
これ空のボトルでしょ。ほら、ちょっと動かないで。そっから今探してるから。どこだ。あ、これか。あった、 A はあった。そう、セロハンテープがあったところの隣によーく見たらあったわ。あともう一本、あともう一本だ。あと B だよ、 B がどこにあるかわかんねえな。多分あのこういう隅っことかにありそうじゃない。びっくりした。またチューされちゃった。彼女は落ち込んでしまった。これもう一個探すの大変だな。もう一個探すの。猫の置物の修復、もう一個探さなきゃ。落ち込むんだったらね落ち込むんだったらちょっと。おグミこんばんは。ギャルゲーですね。今ね、女の子と同棲してます。今ね、ちょっと接着剤を探してる。まず1個目がここ。で、もう一個がどこにあるかわかんねえんだよな。もう一個どこにあるんだろう。めんどくさい女だろ。でもこのめんどくさい女と一緒に過ごさなきゃいけないんですよ、僕は今。大変なんですよ。7日間のうちの5日間は過ごしちゃったけども、一緒に。置き場所が意地悪だからね、分かりにくいところにさ隠すんだよな。これがちっちゃくて分かりにくいんだよね。冷蔵庫とこの端っことかになんかあったりとかすんだよ。あのこの上とかにもあるでしょ、これ。ほら、お皿、大皿、こういうところも見なきゃいけないらしいね、これ。これでもありそうもなさそうやな、これな。うん、こういうとこはなんかなさそう。お風呂行ってみろ。お風呂の中も端っことか見たらなさそうだね。なさそうやな。なさそうやな。小さいから分かりにくいし、暗いから分かりにくいんだよね、なおさらね。で、おまけに追っかけ回されてるでしょ。あ、違うか。近いんですよ。そこにいなさい、ずっと探してるから。トランクは開かないんだよね、これ。トランク開かないんだよね。どこにあるんだろうな。ほら、どこだ、どこに隠してんだ、どこ隠した。洗濯機の壁の間って隙間あったりとかする。そこら中隙間だらけやで、これ。洗濯機の隙間、ここでしょ。あった、見つけた。これは分かりにくいな。これで破損した部位が装着できる。あとは整形用のヤスリかなんか。あ、ヤスリあったね、今ね。あれは分かりにくかったな、今。全然分かんなかったね、あれは。分かりにくいよ。これだ、やったでー。接着剤で尻尾はくっついた。見ろ、完璧だ。あとははみ出した接着剤をヤスリで削ってきれいにしよう。
ああ、反対側ね。確かに見てなかったわ、俺。何これ？なるほど。この状態で削んなきゃいけねえんだ、これ。もうちょっと早くやろう、これ。あと、カメラ拭こう、これ。ほこりがすごい。もう、メガネみたいな。よし。これさ、削りながら周り見れんの、これ。地味すぎる。これやばくないで、もうさ、近づいてくるで、なんなら。この状態じゃちょっと無理くね？なるほど。そっちに行ったのか。オッケーオッケーオッケー。結構時間かかんな。よしよし、まだあいつが向こう向いてるからまだいける。これ一回やる。近え。 近いんだよな。消えた？よしよしよし、向こうにいる。おか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 お
赤赤赤赤赤赤赤まだ半分半分だぞお前これこれ来るの早いな来るのがめっちゃ早いいた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 まだ半分なんだよなかなかきついなはやいしくんの本でいった消えたいいのかな。出てこなくなったぞ。どこ行った？あれ幽霊出てこなくなっちゃったよ。あれ？音も聞こえなくなった。出てきた出てきた出てきたオッケーオッケーオッケーおーしゃ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 オッケーオッケーオッケー作業しないと近づいてこねえんだねこいつねおーしよしよし来て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 る来てあともうちょっとオッケーいい続けて
よーしよしよし、これいけるわ、これいける、いけるいけるいける。どっか出てくる今度。うえい、あとちょっと。近い。近いけど、今もう大丈夫べ。もう少し。もう少し。よし、行こう。あ、これ行ったわ。これ行った行った行った。行けた行けた。これは行けた。よっしゃー、やっと行けた。修理完了。綺麗に繋がったと思う。あ、ハサミが飛んできたんだけど。長かった。なんでハサミ飛んできたの？直せそうだから直しちゃった。ごめん、余計だったかな。あれ？消えたぞ。ものすごく喜んでもらえた。相変わらずハサミは刺さったままなんだね。終わり？これ、これで、ほんで、これこれでいい？この後展開どうすんだろうね。まあ、だってもう6日目でしょ次。これどうすんの、これこの後の展開は。ハッピーエンドになるんかな、バッドエンドになるんか、どっちだこれ。取り壊しがだってあともうちょっとで決まってるみたいな話してたもんね。あ、もう 6日目だ。実家に連れて帰んの？いや、ちょっと俺はいいかな。やだ、一緒なの。最終日どうすんだろうね、これね。ここでの生活もようやく終わりが見えてきた。同居人の存在には驚いたが、付き合い方もだいぶ心得てきた。あ、猫いいんじゃん。ただ予定ではこの部屋は2日後に取り壊しが決まっている。取り壊された後に彼女はどうなるのか少々気がかりではあるが、確かに
おい、なんか普通にいんぞ。なになになに、なんかすっげえブワーって書かれてんだけど、これ何。なんだこれこれなんて書いてあんのこれ。また彼女のいたずらが始まった。婚姻届出してきたこれ。なんだ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 。安息の時間の入手。まあまた電気消えてんかこれ。鍵穴の、え、なんか鍵とかなんか鍵穴な、何かを探さなきゃいけないってことこれ。ん、次何をすんの。タイの何、杯、タイの杯。暗くて見えないね。台所のやつ。お湯を沸かす。はい、お湯沸かした。お湯沸かしてなんかあんのかなこれ。図面があった。図面、これ妙な紙が貼ってある。ちょっと待って、調べたいんだけど。なんかテトリスみたいな、今日俺があげたショートみたいになってる。何これ、え、これ何、水。ちょっとこれ、何どうすればいいのこれ。え、埋めるのこう。次の杯、わかんない、これどういう感じなの。どういう感じでやればいいのこれ。下の絵と同じに、それを全部合わせて黒になるところを探せってこと？ちょっと待ってね。一回全部消すか。あ、ここ消えねえんだ。ここ消えないみたい。どう？近いんですね。近いんですよね。これ？だとこういう風になるってこと？違うか。違うな。これどれを中心なのこれ。どれが中心なんだろう。こうなるのかな。あ、違うな。左のは右上？アルフこんばんは。左のは右上？ここにこうなるってことか？で、この真ん中のポッチは？ちょっと待って、これむずいな。この真ん中のポッチは、ちょっとこれ、これが、これだと違うもんな。これ難しいね。マジかまっつう、さっきからずっとね、この真ん中はこう合わせんのかな。こうで、こう違うか、これじゃないんかな。
真ん中のポッチが分かんないんだよね。消えないのは左から2番目の絵じゃない？この2番目の絵の、あ、じゃあこれが、じゃあそれはもういらないってことか。右のやつは左上に当てはめるんじゃない？ここら辺で当ててみる？そうするとこうなる。あー、でもそれ違うか。びっくりした。こうなんのかな。ほい、でさ、左右逆。え、逆。なんで逆になんの？あれ？違う？左から2番目が中心？逆？この一番右下のやつが寄せる？だから、こう？こういうこと？こういうことかな？はいはいはい。あ、一個ずらすのか。こう。そうすると真ん中とくっつくよ。それともずらさなかった方がいいのか。で、その後、これ3番目になってんの。もう一個ってどれだ？こうくっつくの？お、めぐたんはこっち。ずらさないで。オッケー。ずらさんでやってみるわ。はいはいはい、これでいいのかな。で、どう、うん、そういうことか。噴水、トイレで見た。あ、そういうことなんだね、これね。おりさおばん、いけたいけた。そういうことらしい。トイレで見た噴水、そういうことなんだね。いや、でもこれ押してんだけど、火で、火で押してんだけど、なんもないな。お湯沸かしてんだよな、もうな。いや、押してるんだよ、これ。これでしょ、これ。開けないと、いや、トイレ開かないんですよ。トイレが開かないんですよ。いや、どのボタン押しても無理だな。どのボタン押しても無理なんだよな。ん？鍵は書かれたやつ？押しのやつ？いけるかな？ウォシュレットしてしまっていいか、幽霊が。どれだ？お尻マーク、お尻マーク。ちょっとカメラが汚れちゃって。お尻マーク。
押したけど何も反応が、何も反応ない。反応がないんだよね。あとなんかある？女に座ってもらいたいんですけどね。5年前入社したばかりの君に突然無理なお願いをしてしまい本当に申し訳なかったと思います。でもやはり君にお願いしたことは間違いでなかったと思います。本当にありがとうございましたって方で、横山さんから。この後どうするかだよな。トイレもウォシュレット分かったんだけどね。この後どうするかは分からんので、てにょにょにょ。お皿、コップ、マグカップ、スプーン、謎の缶詰。トイレのコンセント抜けてる？いや、でもこれ電気自体消えてるからそれは多分ないと思うんだよね。お湯沸きすぎじゃね、これ。うん、これ何持ってんのこれ。紙？びっくりした。あっつい。はい、それで？あと鍵を見つけるらしい。場所をなんかさ、分かったらしいんだけど、アイテム一覧。あ、お風呂？お風呂らしい。お風呂にあるって。お風呂のどの辺にあんだ？じゃあお風呂入ってこないで、一緒に。ちょっと入りたいけど、今はちょっと勘弁して、暗いから。ほら、お風呂？トイレ？トイレか？トイレかな？今なんか噴水？こうしてみる？ダメだな。ダメだね。なんだろうね。これお風呂じゃないの？お風呂だよな。お風呂マークだよね。お風呂になんかある。お風呂になんかあるの。ここ来ると頻繁に来るな。お風呂に何かある。リモコンを押し、ボディーソープ、シャワーヘッド、お湯？あ、外のお湯の温度いじってみようか。あ、いやもう関係ないな、リモコン。関係ないな。どれだろう？ん？お風呂来たけど、お風呂なんもないんだよな。なんもないね。なんもないな。なんだろう。あ、タオル？あ、違うか。なんもないね。なんだろうね。なんもないんだよな。スポンジ、洗剤、違うな。鍵が別にあるのかな。鍵が別にある。ヒントはね、これしかないんだよ。これバスって書いてあるもんね。どっかにある？実はお風呂なんだよね。いやでもお風呂なんだけど、お風呂なんだけど
お風呂にないんですよ。鍵はお風呂にって意味でもないんだよね。お風呂場の中じゃないん。ありました。こんなところに。記号が書かれてるやつ。記号が書かれてる。なんだこれ。なんだこれ、どういう意味？これ分かる人いる？この問題分かんないよね。分かんねえな。どういう意味だ？テレビとか、いや、テレビじゃないよな。なんだこれ、何の暗号だ？わかんねえよな。どういう暗号だこれ。テレビ一応見たんだけど、F がわかんない。これ何なんだ？ F ってなんだ？ F とは？ベッド見たけど何もなかった。鉛筆削りがあるぐらいか。お風呂の上の換気扇？風呂の上の換気扇？いや、違うみたい。違うみたいだね。どういう意味なんだこれ？ん？四角、黒い四角で3で F でテレビって。え、F で四角ってなんだ？わかんないね。なんだ？どういう意味なんだろう？四角？フライパン？3っていうのはわかんないんだよね。3が分かんないよね。3とは、3ってどういう意味なんだろう。ノコギリ。お前ここに幽霊いんな。ここにいんな。USB のハブ。なんだろうな。お風呂場の三角コーナー。いや、一応見たんだけど、3の下。3の形をしたやつがあるか、近くに。そういうものはとりあえずなさそうだけどね。四角ってもしやトイレのパネル？ちょっと待ってろよ。一回見てみようか。結局トイレのやつもさ、全然できてないもんね。でもトイレ開かないんだよな。トイレ開かないんだよ。一応こう押せんだけど。
3が一番右のやつじゃないの？あ、これ？ちょっと見えねえな。これ？押す順番があったりとかする？これっぽいな。確かに。確かにこれっぽいね。で、さっきのこれテレビってのは何なの？テレビを四角 3F って何？ F って、いや女は関係なく出てくる。蓋？実は蓋説ある。四角 3F ってどういうこと？ F は一回四角 3？ テレビが最初の噴水？あ、メール来た、メール来た。ちょっと待って、一回出ていい？鍵に従い、鍵穴のスイッチを順番に押せ。あー、なるほど。四角停止。テレビは噴水。F は女性。三本線が三本線って書いてある。そういう感じなんだね、これね。ってことは、これでもわかんねえな。ってことはだよ。四角 3F、TVF 四角。あながちでも合ってたね。F が女。F が女。OK。順番的にじゃあ、停止三本線、女、噴水いいのかな。四角三本線、女、噴水、女、いけるか。まず四角、ちょっと邪魔しないで。四角三本線、女ってどれ？これヒレでいいのかな。これで、お尻、女ってどれ？右から二番目。あ、これ、このヒデってやつが女？あ、これビデか。オッケー、じゃあ停止、三本、ビデ、噴水、ビデ、停止。何も起きないよ。何も起きない。しつこい、マジで。しつこいよ。はい。で、停止、三本、ビデ、噴水、ビデ、停止。え、何も起きないよ。何も起きん。なんだろう。何も起きないよね。お風呂に鍵出てくる？これで。いや、出てきてないな。鍵ないね。出てこないよね。あれ？なんでだろう。 TV は、噴水の意味らしい。これほら、F は女性、
どっかになんか出てきたかな。どっかに出てきてる女。でも幽霊はもう選択できないよ。無理だね。なんでだ。なんだ、判定が難しい。ドアの内側見てみて。ちょっと見てみるか。いや、貼り付いてないね。封印しかない。この封印がちょっと気になるけども。なんでだ。ないね。何も起きないの。順番合ってるはずだよ。停止、停止3本、女噴水、女停止って合ってるよね。で、これ見てると、そうだね、3本線あるの。しつこいよ。停止3本、女噴水停止。ダメだね。ダメだな。間違ってる？ちょっと待って、こっちに、女がしつこいからさ、ちょっと集中できないな。待って。もう一回変えてくれる？停止3本、女噴水。女停止。OK。ちょっと集中力が。女が後ろから来ると。停止3本、火で、噴水、火で停止。やっぱ何も起きない。やっぱ何も起きないわ。やっぱ何も起きない。なんでだろう。停止、乾燥、ビデ、お尻、ビデ、停止。何も起きない。なんでだろう。もうこれ一回間違ったらダメってことかな。なんかもうすでに起きてる説ある。わかりにくいなー、こいつのかん、こいつの出てきてないよなー。順番に押せって書いてあるもんな。四角、噴水、女性3本。やっぱそうだな。トイレの蓋、ちょっともう一回見てみようか。もうこれすでにもういけると思うんだけどね。何故開かないんだろうな。なんで？あれ、なんでいけんの？さっきダメだったじゃん。サンキューが書かれた。なんで今いけた？いけなかったね、さっきね。これどういうこと？紙読んでフラグ回収。実は押し損ねてた？手紙、手紙を読まなかった意味なかったってことか。で、次の問題来たよ、これ。これどういうこと？何がサンキューなの？
フラグ不足なんじゃないかな。なんだこれ、本棚、本棚、本棚、これは確かにむずいな。確かに本っぽかったけどね。でもそういったものは、カップルマグカップ、カップルマグカップ、あーそういうことだ、これだって。これをいじるらしい、これ。これがどういう風なんだ？待って、これもう一本ある？ちょっとしつこいな、ここに来んの。いくつにしようって？ちょっと待ってね。答えが39にならなきゃいけない、答えが39 2×35-7、 39にするのは、ちょっと待って、これを、今待って、2かけるを、それこれをこっちに置きたい、2かけるが最初に来なきゃいけないの、これ。で、マイナスが、ちょっとしつこいな。ちょっと今頑張ってやってるから。なんかすげえ頻繁に来んなあいつね。これ、最初、違うかな。ちょっとしつこい、マジしつこいな。ちょっと動かないぞ、これ。今ちょっと忙しいから。もうなんでこんなリスポンスしてくんの、こいつ。あの子すげえ、なんかもう3秒に1回動くんだけど。これもう一本、もう一本必要？今、5×2×7-3があるんだよ。これ39できそう。足りる？足りる？53-2×7？ ちょっと待ってくれる？じゃあそしたら 53？ できる？ちょっとあいつ止めといて。 53-2×7、 これとこれ逆。おお、猫模様のマグカップ、取れた、カップルマグカップや。これが杯でいいのか。さあ何が起こるんだ。お、またあいつ倒れたぞ。え、
こいつ明るい中でも普通に出てくるんだね。あ、コーヒー入れてくれてるよ。もらってもいいの？あ、それのお礼か。だって、おもここんばんは。最後の2つだったのにわざわざありがとう。こいつ普通にコーヒー飲んでるぞ。あ、紅茶か。彼女が入れてくれた紅茶は温かかった。幽霊もテレビ見るんか。この部屋で過ごす夜は明日で最後となる。次最終日や。次最終日やで。最後どういう結末になるんかな。楽しみだな。どんな風になるんやこれ。うどんこんばんは。いや、幽霊だから死んどるべ。さすがに。7日、ラスト7日。あ、そう、テレビの声逆再生だね。今はとりあえず幽霊と7日間過ごして7日目に入った。最終日やね、これが。なんだ？あ、飛んでね。彼女は荒れている。帰ってきたらずっとこの調子だ。家具に八つ当たりし続けている。明日でこの部屋がなくなることを彼女もきっと知ってるんだろう。ただ自分の予想ではおそらく。お？ポルターガイストすごい起きてんな。彼女にはどうしても伝えなければいけないことがある。やべ、おもちゃ飛んどる。とにかく一旦落ち着いてもらう。あ、充電が。こんな時に充電が。真実を伝えるとかなるよ。えらい、どうすんのこれ。スマートフォン内容確認する。その社宅で亡くなった人の件、 いまいち昔話ん、みんな話したがらないけどようやく分かった。沢井瀬窓かでいいのかなこれ、という女性が5年前に亡くなったらしい。死因はよく分かんないけど出張中に滞在したその部屋で亡くなったっぽいって書いてあるよ。死んだことにもしかして気づいてない説あんのかな。あ、充電完了まで逃げ続けるって書いてあるこれ。この状態で逃げんのか。まどかちゃん、まどかちゃん、ちなみに俺が付き合ってた彼女もまどかっていう名前だった。まどかちゃん今激おこぷんぷん丸ドリームムンチャクス、ん？うん、
死刑な、おい。頻繁に出てくんな、お前な。積極的出すね。出すねって言っちゃった。ここら辺ちょっとうろちょろしてれば、なんとかなりそうだけどね。出すね。積極的出すな。うん。おい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 。ウェイウェイ、まどかちゃんもう寂しいんだろうね。ウェイ、あれ2には出てこなかったか。ウェイ、ウェイ、ウェイ、ちょ、見えないところで音立てるのやめてほしい。わかんないから。トイレから出てきた。ウェイ、まどかちゃん、あと59、あと 40%、頑張れ。ウェイ、随分となんかガツガツしてきたな。出てくるスピードが速くなってきたぞ、こいつ。ほら、これほら、あれどっから出てくる、あれどっから出てくる、ほら、ぐいぐい来ますね。ほれあともうちょっとや。お、78% いきましたね。ほら、ここから来るんだろ、お前。もう幽霊と過ごすのはごめんなぜ。ほら、うわ、すっげえギリギリまで来んの、お前。ギリギリまで来るな。ちょっとギリギリだから近づくのも怖いな。おーい、おーい、マルコ、おーい、おーい、あぶねえ。ハグしてあげて。例えば、まどかちゃんって…うわーい！ちけー！近すぎるんじゃ、危ねえ。まどかちゃんってどんな匂いするんだろうね。あ、終わった。俺が変なこと言おうと思ったら、終わっちゃった。ようやく充電が終わった。それはシャレにならない。
おそらくご存知だと思いますが、この部屋は明日から取り壊しが始まります。おそらくあなたに会うことももうないでしょう。だから今あなたにどうしても伝えておかなければいけないことがあります。あなたは沢伊勢まどかさんですね。あなたは私と同じ会社に勤め、同じくこの社宅に宿泊し、そして5年前この部屋で亡くなった。そしてここから私の予想ですが、あなたが成仏しない理由はイケメンと同棲するためではない。この世に別の未練、思い残したことがあるからではないですか？これカンペ見てんの？これ見覚えがありませんか？お？何それ？猫？ぬっこ。名前はニーナと言います。5年前に横山部長から引き取りました。あー、じゃあこれ主人公の家にいるんだ。で、この猫に未練があってってことか。ニーナの元の飼い主はあなたですね。あなたが亡くなったあとニーナは行き場をなくし横浜部長に引き取られました。猫は気になって仕方なかったんだろうね。けど横浜部長は長く面倒を見れなかった。娘さんの猫アレルギーが発覚したそうです。そこでタイミングよく入社してきた私に、修羅場の矢が立った。私の実家の寺ではすでに何匹か面倒を見ていましたから。かわいい。あ、ニーナは亡くなったんです、2週間前に。幸福線が、あ、高齢で亡くなったんだ。他の猫たちに囲まれて眠るようになくなりました。ね、これ俺泣いちゃうんだけど、これやめよ。肥大か。彼女はあなたと同じで甘党でした。今に置いた和菓子をかじられてました。ニーナは私の実家で大切にいてもらいましたよ。ちょ、これ泣いちゃうよ、これ。これはちょっと、それはちょっと強すぎる、刺激がそれはちょっと刺激が強すぎるな。猫はもう亡くなってたっていうのはちょっとね。そんなあっさり終わるの？エンディングとかないんかな？動物ネタはちょっと弱いっすね、俺は。ちょっと弱すぎますね。ちょっとあれはちょっとずるいっすわ。ちょっと待って、これエンディング、ん？これで終わり？あ、8日目の午後ってあるよ、これ。ほら。しかもニャンコだからな。後日談あったわ、ちゃんと。取り壊し日か。動物ネタはな。だから猫のあれなんだね。あの物壊した時に
って感じだったんだ。本当はもう帰宅して問題ないけど、なんとなく最後まで手伝ってたらしい。マドカはどこにいるの？マドカは昨夜以来彼女は姿を見せていない。せめて不幸せカメラこれ。そろそろ行こう。ん？なんだ？なんだ？なになになに？最後の最後にやってくれたなって書いてあるよ。何やったの？何やったの？社宅からチェックアウト。猫の置物？猫？いや、猫の置物？何か隠されたんかな？家の鍵じゃない？家の鍵と新幹線の切符とスマホ取られてんのかこれ。うちの田舎でよく聞く鳥の鳴き声がする。スマホ隠された。写真の詰まったスマホ。切符もなくなった。あ、スマホあったわ。大事なもの隠されてる。他は？ちょっとカメラ拭こうぜこれ。その前に、あ、鍵、家の鍵。あとは新幹線の切符だけだね。通りにありそうだなこれ。取らないっていう選択肢は、でもそうじゃないと終了条件なんないでしょ。あった。OK、これで忘れ物はないはずだ。そうそう、チェックアウトしよう。思ったんだけど、あ、待って、紙がある。紙にメッセージが書かれている。なんか勘違いしてるようだから伝えておく。確かにニーナのことは長い間ずっと心残りだったけど、私がこの部屋に留まったのは本当にイケメンと同棲生活がしたかったからだ。最後の宿泊としてお前が現れた時、私の心の底からがっかりした。結局私の夢は最後まで叶わなかったわけだが、まあこの7日間はそれなりに悪くない日々だった。ニーナのことは改めてお礼を伝えたい。私の代わりに最後まで面倒を見てくれてありがとう。彼女はとても人見知りで、私以外にも懐かないと思ってたけど、写真の中のニーナは新しい環境をとても満喫しているみたいだった。他の猫と仲良くできるなんてちょっと意外。きっとそっちの家がよほど快適だったんだと思う。少し焼けるけど、ニーナが幸せそうで安心した。ニーナを幸せにしてくれてありがとう。そろそろ私もこの部屋を出る。一通り暴れた。久々に大好きな甘いものが食べられた。写真の中のニーナともう一度会えた。ついでにお前との生活もほんの少しだけど楽しめた。もうここに留まる理由はない。7日間の出張お疲れ様でした。今までありがとう。体に気をつけてね。なんだこれ。イケメンへの憧れがすごいね。男を選ぶなら顔よりももっと重要な要素があると思うよ。例えば幽霊が隣にいても動じないハートの強さとか。
さか一緒に帰ろうとか言うなよ。もう行くの？待って。何？なんだ？ナレ止めた。これをあなたに。何これ？キーホルダー？ニーナの泣き殻から分けてもらった尻尾の毛です。あなたに持っていてほしい。確かにこれは渡さなきゃいけないやつだね。毛をチャームにしてたんじゃない？ちょうどニーナをあなたの元にお返しします。彼女もきっとそれを望んでると思うから。どこ行った？取り付いたか？なんか取り付いたっぽいな。天国に行けたってこと？成仏したんかな？これ窓か目線じゃないの？
この視点でもカメラの汚れは健在なんだね、これね。マジで誰か拭いてあげてほしい。ん？どういうことだ？天国に無事行けたってことか。っていう解釈でいいのかな、これ最後。そういう解釈でいいのかな、天国に無事行けましたっていう解釈。お札剥がした？いや、剥がしてない。これお札剥がしたらなんかエンディング変わんの、これ。埃が確かに邪魔やったな。これエンディング分岐あんの、これ。あ、奥田ちゃんと剥がすとエンディング変わるんだ。これは俺のやつって、これいいエンディングなの、これ。いいエンディングだったんかな、悪いエンディングだったんかな。奥田一枚も剥がしてなかったもんね、俺ね。うん、え、バッドエンディなの、これ。もしかして。え、これバッドエンド？マジっすか。これバッドなんか。わかんない。奥田がどういう意味なのかわからんけど。ノーマル寄りのバッドなんだ、これ。じゃあちゃんと剥がさなきゃいけなかったのか、あの札。マジっすか。どの辺が？俺的には全然いいエンディングかなと思ったんだけど。場所は変わってたわ、確かに気になってた。なんかそっちこっちあったもんね。なるほどね。まあ、天国行ってね、ニーナに会えたし、まあ俺は全然ハッピーだと思ってるけどね。そうそうそう、成仏させないで退治しろってことじゃないの、わかんないけど。主人公がハッピーになるんじゃない、今度。やったーっつってやったー、あの女とようやく別れることができたぜーつって。別のエンドも見たい。でも今からやったら多分一時になっちゃうぞ、これ。やるコースは確かに変わってなさそうはなさそうだけど。そうだね、普通にトゥルーエンドだね。間違えた、ちゅちゅちゅ、これ最初からやんなきゃダメやん、これ。ちなみにこれ押しても意味ねえじゃん、これ。だからこの最初のこの猫の画像が出てきたんだ。間違えた、押しちゃった。そういうことね。あ、なんかすげえ、今実績めっちゃもらった、今すげえ実績もらってる。うん、何？やる？でも 89% なんだ。あー、待って、エンディングこれ、アイアムホーム、クイックアウトウィッチオール、あー、なるほどね。ブローケンって書いてある、あの、
小倉の剥がすエンディングが一つ存在してるらしいしけど、お別れエンドだね。それはやめとこ。じゃあこのエンディングでいいんじゃない？なんかや、なんか嫌じゃん。なんかお別れエンドってなんか嫌じゃない？つまり成仏させるってことでしょ？要はその女の子と、まどかと。成仏させるエンディングってこと、ってことかな？じゃあそしたら。そうだね。まああのまどかちゃんも笑ってたしね、ニーナとも会えたし天国に行けたし、ここで程よくいい感じにエンディング見ずに行けんじゃない？よしとしましょうよ。さっきのも成仏したようにね、違う意味の成仏じゃない？なんかもうまどかを本当に消滅させる成仏のエンディングじゃないの。だからそのお札を使ってなんか霊媒するみたいな感じなんかな、流れ的に。どうなんだろう。よいしょ。まあ俺はこのエンディングでいいかな。まあまどかがちゃんと天国に行けたんだったらいいや。うん。って感じっすわ。まあいいエンディングだったしいいんじゃない。でも俺ね、久しぶりにあのあれ、ちょっと待ってくれる？これあのこの間のメンシップの遊んでたやつでちょっとそのままなった。ちょっと待ってくれる。ちょっと待って。音楽変えなきゃ。これメンシップで遊んでたやつですよ。これこのままになっとったわ。いや俺の部屋に幽霊はいない。ちょっと待ってくれる。俺どこやったっけ。これか？違う。最後閉まんない。ちょっと待ってくれる？どれだ？これ？まあいや、これで、うん、ドラえもんのやつ。そう、ドラえもんのやつ。よくわかったね。これいいや。まあそんな感じっすわ。まあみんなよかったら高評価のボタンだけ押しといてくれたら。もう少しで今何人だろう。9985人ぐらいかな今。あと15人だか16人ぐらいだかで1万人に行くかな。もうちょっとだね。もうちょいで、もうちょい。押してた？あざっす。ありゃりゃ、あざっす。いけるやん。今、9986人だね。9986人。YouTube で1万人超えるってすごいらしいよ。みたいだね。いやでも、ほら、俺コツ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 やってたからさ。ほんとコツコツしてたから、やっぱりこう確立してる人がやっぱこう YouTube で数字伸ばすっていうのは、うん、押した。あー、ありがとうございます。長かったよ。だって1年ぐらいかかったんじゃない？200人300人増やすのも、うん、だから1万人っていう規模がやっぱりどれだけ大変かがすごくわかるよ。本当に。でも今年の目標だったからね。1万人行きたいねっていう話をしてたからさ、うん、今年の目標ではあったからね。だからもし潜ってる人とかいてさ、もうなんかしゃあね、押してやるかみたいな人がいたら押してくれたらちょっと嬉しいかなと思うんですけどね。ほとんどショート動画でなんかチャンネル登録してくれた人が多いんだよ。意外とショートがめちゃくちゃ多いの。ショート動画の
なんかショート動画でこう見てくれて来てくれた人もいるけど、なんか登録してくれた人が、いやサザエさんかなと思ったら違う、サザエさんもすごかったけど青鬼のショート動画がめちゃくちゃ青鬼のショート動画がもうめちゃくちゃ見てくれててさ、今何人見てくれた、今2万何人かな、青鬼のやつ、あの前にちょっと上げたやつ、2万、何だっけな、2万3000ぐらい、あ、2万2000だった。なんか面白くて、最初サザエさんのやつが最初すごい1万4000ぐらい見てたんだけど、その後今青鬼が終わって、今度青鬼が見終わったなと思ったら、今度なんかあれが今度伸び始めてる、なんだっけ、配信中止になったホラーゲームってやつ、なんかね波みたいなのがあって、一個伸び終わったら次が伸びるっていう謎のこう、なんか謎のなんか流れみたいなのがあるそう、謎の流れみたいななんかあってよくわかんないんだよ。いや有名っていうのはいいんだけど、なんかちょっともうちょっと見てほしいよね、なんかね頑張って作ったから、やっぱいろんな人に見てほしいなっていう自己欲求がある。面白いところをこうなるべく出して、こうみんなにより一層見てもらって反応してくれてる方が俺的には気持ちいい、おすすめに乗りやすい。なんかね、そのなんだろう、ショート動画を載せるときにパフォーマンス要項ですみたいのが出てくるのよ。そのパフォーマンス要項ですっていうのが出ると、なんかみんなあのショート動画をスワイプした際にヒュッてこうおすすめに出るみたいなんだよね。でそこで見てもらって、でそこで登録してくれるらしいよ、どうやら。でショート動画にあ、ダンボールでね脅かしてくるホラーゲーム、あれツイキャスのやつなんだよ。そう、あと概要欄に URL が貼れなくなっちゃって、ショート動画昨日から、一昨日か一昨日くらいから仕様が変わっちゃって、そう、この間職場の先輩に配布したらすでに知ってるって言われました。あらら、本当嬉しいね。まあでもいろんな人にね見てもらって、こう笑ってくれたらいいんだよ、俺のショート動画見て、おえーみたいな、おーこいつなんかやったらーみたいな感じでハートめっちゃ押すなそんな感じで見てくれたらええねん。もうまあとにかく、あ、不況、不況か、配布って、さあということで、もう12時だ。ハート表示なくなってるね。思った、俺もなんかポッチがなくなってて、すげえ見やすいなと思ったの、なんかそのボタンが、表示ボタンがなくなってるもん今。この方がすげえコメント読みやすかったわ。じゃあ終わりますか、ね、明日はお休みなんでね、明日はお休みなんで、もうあと明日ってまた10分しかないけど、いやでもちょっとうるっときちゃった。俺が何がうるっときたかっていうとさ、猫がさ、実はもう2週間前に亡くなってるんです、その写真です見た時、もうあの画像はちょっとダメだわあの画像はねちょっと卑怯だわ、あれは見たらさすがにちょっとね、キュン、もう泣いちゃうよ、あんなん出されたら。あれずるい、あのエピソードずるいよな。あれはずるいわ。動物はちょっとしんどいね俺もほらハムスター飼っててさ、2年ぐらい前に、で死に目をこうなんか見てる人だから、ああいうの見ちゃうとダメなんで、弱いんだよな、やっぱダメだわああいうのは。そう、たまにはこういうエンディングいいかもしんないですよね。まあちゃんとマドカも天国に行けたしね。ごめんね、なんかマドカちゃん、なんか画像がちょっとね、なんか夜の画像っぽくなっちゃって、そんなつもりはなかったんです。
じゃあ終わりましょう。終わりましょう。あ、猫ちゃんいるならね、特にそうだよ。そう、なんかどっかの広告みたいな扱いしちゃって成仏できずにさまようくらいだからね。確かに。でも主人公はイケメンだったんだろうか、そこは気になる、じゃあ終わるよ。お疲れ様。またホラーゲームやるときはちゃんと告知するようにしとくわ。じゃあ今日はありがとう、みんな見てくれてありがとう、押してくれてありがとうね、高評価も。じゃあお疲れ様です。